熊本市中央区南熊本の路上で面識のない男性を刃物で切りつけたとして殺人未遂の疑いで逮捕・送検されていた25歳の男性について熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました男性は警察の調べに対し容疑を認めていましたが動機については明らかになっていませんでした 熊本地検は男性に刑事責任能力があるかを調べるため、およそ2ヶ月鑑定留置しましたが、機能付けで男性を不起訴処分としました。熊本地検は不起訴の理由について回答を差し控えるとしています。